今回は、変態だー。で有名な、少年サンデーの人気漫画だった、植木の法則、とその続編である、5巻で打ち切りで終わった、植木の法則プラス、について解説しようと思う。懐かしいわね。変態だー、は有名なのかしら？確かに様々なコラ画像で遊ばれたけど、まあ、何が国だよー、バキューンシローラー、の方が有名かもしれないな。あれに勝てるのそうそうないと思うわ。植木の法則はアニメ化もした人気作なんだが、自作の続編であるプラスはいろいろ事情があって5巻で打ち切りのように急展開で終わってしまった。今回は無印も含めて、その作品の魅力や続編打ち切りまでの経緯を振り返っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。植木の法則は2001年に少年サンデーで始まった、能力もののバトル漫画だ。作者は福地翼先生で、無印のコミックスは全16巻発売。アニメ化もされ、累計発行部数は350部あった人気作だ。アニメオープニング曲の島谷ひとみの春子が私はとても好きだったわ。福地先生は10代の頃にガンガンのドラゴンクエスト4コマクラブに投稿しキングスライム賞を受賞。だがその後ドラクエ4コマクラブは終了し、デビューへの道が断たれてしまったそうだ。その経験をバネに今度はストーリーものに挑戦し、一番締め切りが近かったという理由で小学館の少年サンデーを選んだそうだ。そんな理由で出版社決めていいのか。しかもすごいところが普通漫画家ってアシスタントを経験し、師匠に学んだ上で連載を勝ち取るんだが、福地先生はサラダデイズの井の熊忍先生の下で足経験をしたものの、ヘルプで行ったのか事情はわからないが福地先生の足経験はたった2日だったそうだ。それで連載に持っていくのはすごいね。一人でも努力できるタイプなのかもしれないな。その後1話読み切りとして小学館に持ち込んだ植木の法則が担当者の目に留まり、内容の面白さに担当は後は掲載の短期集中連載にしてほしいと連絡したそうだ。だが追加で原稿を書いている時、再び小学館から連絡が入り、やっぱり長期連載で行こうという話になったそうだぜ。ほえー。では無印の方から振り返ってみようか。よろしくお願いします。ある日ヒロインの森愛はクラスメイトの植木康介が、消しゴムのカスを気に変えているところを見てしまい、好奇心からこっそり後をつけていた。なんと植木は担任であり、その正体は天界人だった小馬線から。ゴミを気に変える力、を与えられていたんだ。実は天界では新たな神の座を巡る戦いが行われており、神になりたい100人の天界人が100人の中学生に能力をそれぞれ与え、100人のバトルロイヤルを行うバトルが行われることになっていた。植木は様々な能力を持った敵と戦い、仲間と協力しながら勝ち抜いていく。とまあ簡単にあらすじを話すとこんな内容だな。まさに王道って感じの内容だね。でも天界人の戦いに巻き込まれた中学生たちが戦う意味ってあるの？普通にそんなのに巻き込まれたら私なら嫌なんだけど。あるぜ。この漫画では、才、と呼ばれるものを人々は持っているんだ。いわゆる才能ってやつだな。例えば霊夢が跳ねる才能ってのを持ってると、うまく跳ねることができるようになるぜ。それでもちもちと跳ねることができているのね。実は勝ち残った中学生には神様から、空白の財、という才能をもらうことができる。これはなんと、どんな財でも書き込むことができるアイテムなんだ。ということは例えば、お金を稼ぐ才能、とか書けばお金持ちになれるってこと？まあ稼ぐのが得意になるから億万長者になれるだろうな。欲しい。うむ。命がけでバトルする理由としては十分すぎる代物だろう。さらに財はバトルの中でも獲得することができ、能力者を倒すごとに一つ財を手に入れることができる。逆に無能力者に能力を使って傷つけるたびに財を一つ失うペナルティが課せられるぞ。財が多いほどバトルも有利になれるから積極的に戦うシステムになっているのね。それじゃあそれを踏まえてこの作品の魅力について紹介していこう。ワクワク。魅力一つ目は、工夫を凝らして戦う能力者ってところだな。最近の漫画だと烈影系の最強の能力なんかが多いんだが、植木の能力なんかはゴミを気に変える力だからな。どうやって戦うの？って感じだね。ああ。基本的にこの漫画の能力は、〇〇をバツバツに変える力、で統一されている。植木は、ゴミ、を、木、に変える力だし、後に仲間になる佐野誠一郎は、手ぬぐい、を、鉄、に変える力とかな。めっちゃ笑顔だけど、こっちも能力だけで無双できるほどには強くはないね。だろう？
しかも能力には必ず限定条件っていう縛りがついていて、植木は手で包める大きさ、佐野だと息を止めている間、みたいな条件の中でのみ能力を使えることになるんだ。よって必然的に能力で無双するというよりは、いかにうまく工夫して能力を活かすかっていう内容になっていて、それがこの作品の魅力だと思うぜ。特に佐野なんかは能力も弱く、限定条件も戦いの中で呼吸を止める必要があるから、そう使うのか、っていう応用を効かしたバトルが多く人気のキャラだったぜ。息を止めながら、しかも戦いで動きながら色々考えないといけないの辛すぎでしょ。他にも、トマト、をマグマ、に変える力とか、その場でノリで考えただろっていう使いにくそうな能力も、どんどん出てきたりして見ていて読んでて飽きないと思うぞ。なんでトマトいつも持ち歩かないといけないのか。魅力二つ目は個性的なキャラクターが多いってところだな。このチャンネルではよく言うんだが、人気漫画ってのは敵キャラでも人気がある。この漫画でもボコられるだけのキャラはいるものの、主要な敵キャラは掘り下げられたりもして、割と人気があったんだ。例えばどんなキャラがいたの？例えばボス格のロベルトとかな。彼の能力は、理想を現実に変える力、でどんなものでも自分の理想を付与できる。例えば絶対に壊れないシャボン玉や、何でも切れるハサミとかな。ただ限定条件として1回使うたびに寿命を1年縮める。100年生きるとしても80回くらいしか使えないじゃない。ああ。まあその割に1年寿命使ってそこで能力使うの？って場面もあったが、ロベルトもまあいろいろあったりして人気もあったんだが、詳しくは漫画読んでくれ。承知したわ。他にも自滅しなかったら最強と言われていた、1秒を10秒に変える力、のマリリンとか、能力者は100人もいるわけだから魅力的なキャラクターが多く出演した。能力も相まって個性的なキャラが多く、そういうのが好きな人は楽しめると思うぞ。ふむふむ、魅力三つ目は開花していく新しい能力だな。例えばキャラの中には天界人の血を持っている中学生もいて、人気と言われる10個の能力を開花できるんだ。主人公の植木もこの人気が物語が進むにつれてどんどん解放されていって、しかもそれぞれ能力と融合することによって各々個性を持った人気になっていった。植木だったら木の能力と融合して巨大な人気を発動したりな。こういう能力が解放されてパワーアップしていく様も王道で楽しみになるよね。そうだろう。とにかく少年漫画の王道を走った漫画と言えるだろうな。だがネットの評価では賛否両論で、王道すぎてよく見る感じ、絵が正直上手くない、女の子が可愛くない、話の展開が後付けすぎる、など否定意見も多く見られた。また同時期に先に連載された金色のガッシュに設定が似すぎているっていう指摘もあったな。確かにバトルロイヤルとか100人とか、優勝者には褒美とか似てるかもね。とはいえ連載が続き、アニメ化もしている以上人気の声の方が多かったと言えるだろうな。そして植木の法則も2004年に最終回を迎え、2005年から植木の法則プラスが始まったんだ。こっちが五感で打ち切りになっちゃったんだね。ああ。簡単に内容を紹介しよう。無印のバトルから2年後、植木は平凡な生活を送っていたが、突然世界から大切な人との記憶が失われるという事態に陥ってしまう。なぜか植木だけは記憶を失わず、出会ったウールと共に異世界である繁華街へ向かった。っていうのが簡単なあらすじだぜ。続編ではキャラクターや設定が一新されており、主人公以外の前作キャラは第1話と最終話以外出てこず、基本的に新キャラで構成。能力も前回のものは失われており、この世界独特のジョブ能力と言われる。固有の道具に〇〇という特性を加える能力が新しく導入されている。例えば植木なら、モップにガチを加える力、とかな。この先生って能力ものの設定に凝った漫画作るの好きだよね。でも異世界に行って主人公以外一新って、高屋でも同じことがあったから心配だわ。確かにな。でもこの漫画に関しては、前作が好きな人はもちろんその意見もあったんだが、新キャラや新能力に関しても結構人気があって、うまくいっていた印象だ。新ヒロインのソラちゃんが好きっていう声も結構見られたぞ。でも打ち切りになった。ああ。最後は本当に急展開で、急いで終わらせた感じがしたぜ。一体何があったのかしら？実は植木の法則プラスの連載開始から経った半年後、福地先生は急病で入院され、1年以上の長期にわたって休載していたんだ。それで人気が戻らずにって感じなのかな？人気についてはわからないが、復帰して数ヶ月で連載終了したことから、体調が戻りきっていなかったんじゃないかな、と私は思っているぜ。
実は無印での最終巻で病気を示唆するような発言が書いてあったりして、もともと体調不良を感じてたんじゃないかな、と思うぜ。だが2004年に無印が連載終了したものの、2005年春にアニメ化が開始したことで、アニメに合わせてスピンオフ的なプラスを連載してくれと頼まれたんじゃないかな。確かバクマンでもアニメ化が決まった時、連載を続けててほしいって言われてたもんね。ああ、商業的にそういうものなのかもしれないな。だがそこで週刊連載で無理したことで体調を崩して長期休載してしまったんだと思うぜ。なるほどね。アニメ化に合わせてってなると無理せざるへなったのかもしれないね。その後脱穀など連載を多く書いている福地先生だが、2011年から開始したアナグルモールも、連載中またも体調不良で約1年間休載し、こちらも2014年に急展開完結している。だが2014年開始の自作のタイムリープものの物語、サイケまたしても、は約4年間書き切り、見事長期連載の末、完結することができた。植木の法則初期とは比べ物にならないくらい綺麗な表紙だね。2019年から連載開始した日替わり能力日常ものの、ポンコツちゃん検証中、も2年連載で綺麗に完結。漫画家として順調に道を歩んでいるぜ。連載終わっても1年経たずにどんどん次の連載を書き取るの凄すぎるわ。また無印開始時には、可愛くない、と否定されていたヒロイン森愛も、プラス登場時にはかなり可愛くなったと話題になり、画力もどんどん成長していた。確かに初期とだいぶ絵が変わったわね。植木以外の漫画でもヒロインが可愛いって結構言われてたぞ。そして2022年5月より少年サンデーでゴールデンスパイラルを新連載しているぞ。本当に連載終わってもすぐに新連載出してくるわねこの先生。ネームを書くのが早いって話もあるが、きっと漫画書くのが本当に好きなんだろうな。また福地先生漫画で思い出に残ってるのがあればコメントに残していってくれると嬉しいぜ。それじゃあご視聴、ありがとうございました。